皆さんこんにちは。中継で大変ちょっと臨場感が私の方にこう見えないので、ちょっとうまくできるかどうか分かりませんが、今日実は私福井に住んでいて、今日ですね、新幹線は大丈夫なんですが、北陸線もですね、それから小松からの飛行機も全部ちょっと止まってますんですね、急遽そちらに行けないということで、ネット中継で配信をさせていただきます。マイクの、調子はちょっと分からないですが、なるべくゆっくり喋ろうと思いますので、どうぞ一緒にお願いします。それでは早速ですが、スライドがおそらく見えていると思いますが、これはですね、ニューヨークですかね、都市の写真をバッと鮮明に持ってきていますが、ちょっと今日お話ししたいのはですね、エンタープライズアジャイルっていうふうに、最近ちょっと言葉が出てきてはいますけれども、そもそもエンタープライズアジャイルって何でしょうということはあまり定義されていませんので、ちょっとそのエンタープライズアジャイルって何だろうということを考えながらですね、少しお話をしたいと思います。で、私がこの写真を出しているのは、この写真がちょっとそのエンタープライズっていう、イメージをですね、出しているものです。で、次のちょっと写真をお見せしますね。出ましたかね。この写真は、日本のですね、庭園と、家を写真ですね。これは実は福井にある民家の写真なんですが、何を意味しているかというとですね、アジャイルって言った時に、もともとその小さなチームで非常にモチベーション高い人が集まってものを作るということなので、例えてみれば、建築で例えるとアジャイルはどうして変わったかというと、こういった小さなものをですね、建てていいものを自分たちで気に入る、お客さんが気に入ってもらうものを、小さく手作りで作っていくというイメージがありますよね。で、かたやですね、エンタープライズっていうのはですね、イメージが先ほどの先頭の写真なんですよ。こういうそのビルを作るというイメージなんですね。そうすると、そもそもよく建築のメタファーで想定を唱えるのは良くないので、あまりここのメタファーにこだわりたくないですが、ただよく言われるのは、その民家を建てる技術と民家を建てるプロセスでもって、さっきのビルが建てられましたという話によくなります。で、そうすると同じ建築物でありながら、そのサイズの大小だけでなく、材料やプロセスや、それからそこに携わる人のスキルや、それから工程やツールや、そんなものを全部含めて、もしかしたらそのアジャイルっていうそのもののやり方はですね、そのエンタープライズの方向に、合ってないかもしれないし、もしかしたら合ってるかもしれないけど、また違った形がそこにあるかもしれないっていうふうにちょっと私は思っていてですね。で、実はそのなんでこんな話をするかというと、最近そのアジャイル2014、アジャイル2000ペケペケというですね、国際の会議、会議というかカンファレンスが毎年米国やカナダで開かれてますけれども、そこの話題でちょっと最近やっぱりエンタープライズアジャイルという話題が多く出てくるようになっています。で、今日はですね、その辺の話題をですね、ちょっとお話を最初にして、で、それからですね、日本の方で、日本でじゃあどうやってやっていくのという話も含めて最後にしたいと思っています。次の写真はですね、中国の開発現場なんですけど、これって結構大きな開発が行われてますが、もう一つのポイントはですね、結局誰が作っているのかというと、やっぱりその中には人がいて、人が作っているんですね。先ほどの民家であっても、それからエンタープライズアジャイルの時にお店をしたそのニューヨークのビルであっても、人がやっぱり作っているということは間違いなくて、そのアジャイルが着目しているのが、その人のモチベーションだったり、先ほどの山下さんのお話もあったような、そのダニエル・ピンクの話も出てましたけれども、やっぱり今その開発現場にはたくさんの人がいて、そこで働く人たちがいいものを作りたいと思いながら、その作っている環境をどうするかということは、そのアジャイルの中核でもありますし、それがエンタープライズになったとしても、そこだけは絶対変わらないと思っているので、そこをですね、そこの話も含めてしたいと思っています。で、ちょっと今日私の自己紹介はちょっと時間がないので省きますが、右上の方に、雪がたくさん降っている場所である福井の地図だけ今日ここがちょっと出られませんということです。すいません。で、アジェンダですけれども、ちょっとそのアジャイルの歴史を紐解いて、今の位置をちょっと見てみましょうと。それから、アジャイル2014をですね、ちょっと私は実は行けなかったんですけれども、楽天の伊藤さんという方が行ってこられて、
られた資料がですね、ネット上にあるので、それをちょっと、見ていくような形で覗いてみたいと思います。それから、SAFE と読みますね、これ、債務 E とか E を文字で書きますが、SAFE という、開発方法論、開発のフレームワーク、それから DAD、DAD ダという開発のフレームワーク、この2つがエンタープライズアジャイルといったときに、去年あたりからちょっと注目をされているので、その解説もしたいと思います。最後は今、日本で考えると、こんな順序でいきたいと思っています。この次の絵はですね、アジャイルの現在位置と書いてありますが、ちょっとアジャイル の, 歴史を復習をしています。ご存知の通り、2001年に、アジャイルマニフェストっていうのが、ユタ州のスノーバードで、書かれてますけれども、もともとアジャイルというのは方法論としてあったわけじゃなくて、アジャイル自体はそのアンブレラワードですね、いろんな手法を集めてアジャイルというようになっただけです。で、どんな手法があったかというと、エクストリームプログラミングがあったり、それからよく知られているのでは、もちろんですね、スクラムがあってですね、この2つが今でもよく使われている手法だったんですね。その他にもイギリスの DSDM だとか、それから、これも欧州ですね、トム・ビーグさんが作ってたイボとかですね、それとこのアリスタ・コバーンさんが言っていたクリスタルとかですね、ジム・ハイスミスさんが言っていた ASD とか、こういういろんな手法を集めて、アジャイルという言葉ができたのは2001年と。で、アジャイルという言葉ができた後で、リーンソフトデベロップメントという本を書いたメアリー・ポペンディックさんという女性の方、この方のアジャイルジャパンにも来ていただきましたけど、この方がアジャイルというのはやはりその技術的な言葉でばかり語られていたのをですね、リーンの言葉で言い直したと。で、これが結構大きな転機になっていて、ビジネス層に初めて分かりやすい形で、なぜアジャイルを使うとビジネス的に有利かということを説明できたんですね。で、これがこのリーンの非常に大きな貢献で、その後、アジャイルのですね、採用は加速していったというのが流れです。で、一つここで、言っておきたいのは、スクラムにも XP にも、それからリーンにも、トヨタ生産方式というですね、日本の、誇りとなるその生産方式、生産の考え方、生産システムのコンセプトが中に入っているというですね、その生産方式をその、60年代に日本に来て、品質の神様と言われたレミングがブラッシュアップする形をとって、TPS が出来上がってますし、そのコンセプトが、リーンという名前を変えて、抽象化されて、リーンというコンセプトになって、それがアジャイルという言葉とうまくこう、マッチして、それが 今のですね、大きなそのアジャイルの種類になったコンセプトにつながっているということが言えます。この一つだけ話をすると、TPS、リーンって何かというと、要するにその価値をですね、無駄なく作る。ということはどういうことかというと、そのエンドトゥエンドで、つまり作り手から消費者に向かって線を引く。その線をですね、できる限り細く速く引くということなんですね。それはその車の、TBS のもともとはそのトヨタの車の生産ですけれども、売れたというシグナルを捕まえて、それを生産現場に逆向きに流していくことによって、作りすぎないという、つまり在庫をですね、こう作る手側からこう押し付けていって、それが生産になって顧客に届けられるじゃなくて、顧客が欲しいといったときに、欲しいといっただけ作ると。生産現場にそのシグナルを伝えるっていうのが、その看板方式の、一つの興味であってですね。で、その細い線、できるだけ細くすることによって在庫を持たない、機種が変更されたときに、経済的にも在庫のインパクトが少ないっていうのが、そのリーンのコンセプトだったんですね。だからこれを延長すると、アジャイルもですね、イテレーションっていうのを見ることによって、そのイテレーションの中にしか在庫がない。常に、ビルドされた状態でお客さんが使える形になっているので、その決まってない仕様とかですね、それから、ごめんなさい、仕様書だけ書いてあって作られてないソフトウェアとかですね、テストが済んでないソフトとか、それは全部の在庫となるわけですね。で、つまり仕様が変更されたら、それ全部作り出なきゃいけないので、内部に大きな在庫を持ってしまうと、その経済的にもインパクトが大きいということで、できる限り内部に在庫を持たずに、エンドトゥエンドでお客さんに使ってもらえるものを早くお客さんが使ってほしいときに出すというコンセプトで、アジャイルを説明したのがリーンなんですね。なので、これでうまくつながって、非常にその説明しやすい形でアジャイルが広まったと。で、もう一つは、そのさっきの、その細いラインを改善活動を使って、早く細く流していくと、改善活動なんですが、それを現場のエンジニアが参画してやるっていうのがもう一個の大きなポイントなんですね。つまりトップダウンで、こうしなさいといったブレイクダウンでもって、実際にです、ね
ですね、働いている人たちが動くのではなくて、働くしている人たちの、その、現場の工夫によって、その価値の改善活動をやりなさいということが、その、リーンであり、TPS の大きな柱なんですね。で、それもアジャイルと非常に共通点があって、アジャイルもですね、その、レトロスペクティブというか、振り返りやりながら、その、イテレーションの中で終わった後に、みんなで、その、自分たちの改善活動をやるわけですね。で、これが、その、アジャイルのその、リーンとの非常に共通点です。で、こういう形で、まあ、アジャイルからリーンっていうのをつながって、それがですね、そうですね、2011年にリーンスタートアップっていう本が出されてましたね。で、これは多分、すごく、その、アジャイルの、からの派生として大きな、エポックメイキングができていくことで、つまり市場も含んだ、その、単なる開発ループだけじゃなくて、市場獲得ループ、それはですね、顧客開発という言葉を使うんですけど、製品開発のループと、顧客開発のループ、ダブルループを初めてこう、一つのループに入ってですね、変えてしまったと。そのループをリーンスタートアップと呼ぶわけですけれども、それが2011年に出ていった、まあ。そんな流れがアジャイルの流れです。で、もう、アジャイルだっていう言葉ができて、しばらくすると、当然いろんなことに関心が移っていきますが、その中でもですね、やはり大規模でどうするの、それから、アジャイルを使っている組織自体が、改革を、その全体に、そのアジャイルというのは開発、のためだけのものではないので、よりそれがですね、マネジメントや経営とつながって、組織開発を改革をするのにはどうしたらいいかという手法。それから今言ったリーンとアジャイルに言うもの話。それから、アジャイル優越。ユーザーエクスペリエンスをアジャイルゴールで受けていくと、そういったデジタルマニアカレという手法が出てきますので、もしまだ言われていない方があったら、ぜひ利用してください。さっき 今話したようなですね、看板を使って、ソフトウェア看板ですけれども、使ってどのようにアジャイルを実践するかということが書かれています。はい、ということで、ちょっと最近ですね、エンタープライズアジャイルって何っていう話があるので、ちょっと最近のですね、アジャイル2014のレポートをちょっと見てみたいと思います。オランドのアジャイル2014、ね、世界最大のアジャイルカンファレンスです。このカンファレンスの特徴はですね、2000人近く参加するんですが、実は半分以上の参加者が講演者というんですね、面白いんですよ。つまりその、サブミッション、自分から話したいという内容を持ってって話すことによって、例えばホテルのですね、宿泊がかなりだったりする特性があってですね、実は参加しに行くということは、すなわちこう喋りに行くことでもあるというのが醍醐味ですね。だからほとんどもうアジャイルコンセプトそのままです。聴衆とスピーカーという形じゃなくて、もう全体がですね、アジャイルの話をしていると。そんな活気あふれるカンファレンスなんですね。で、そこにはですね、トラックというふうにとテーマごとに分かれていくんですね。例えばアジャイルブートキャンプ、エクスペリエンスレポート、ライトニングトーク、リサーチをずっと来て、で、ここにですね、書いてあります。エンタープライズアジャイルというのが、この一つのトラックになっていますね。で、エンタープライズアジャイルの説明を見ると、何が書かれているかというと、その大企業でのアジャイルに関する課題だを扱いますと書いてあったり、それから1チームの実践でじゃなくて、組織全体、組織構造、アジャイルを導入する、課題や方針や手法というふうになっています。それから扱う課題群ですけれども、ちょっとバッと、列挙しますが、ちょっと読み上げませんが、要するにですね、エンタープライズをアジャイルと何かというと、これまだ誰も定義はしてないと思うんですが、このアジャイル2014の課題感を見てみると、何がそこに書かれているかというと、やっぱり大企業であるというですね、企業のサイズの話をしています。それから、1チームでのアジャイルをやるということを言ってなくて、その複数チームがですね、ある。ちょっと企業の中に複数チームがあるという話。でも扱いますし、それからアジャイルトライスフォーメーション、つまり組織がアジャイルになっていくためにはというですね、組織改革の話も扱います。それから、アジャイルは、ピュアに言うと、その特定開発の手法なんですね。ただ、それを超えてですね、その人事だったり、評価制度だったり、そのもっと広くアジャイル捉えようというような対応、ね、IT を超えてアジャイル対応する。というような活動。それから、そんな場面で管理職は、従来の大きな企業にはですね、必ずマネジメントがいるし、それから人事査定があったりですね、評価制度があったりするわけですね。で、このあたりのことっていうのは、アジャイルを語ってないんです。アジャイルそれ自身は、開発手法の話だけしているので、人事評価の話なんかは、そういうのはほぼ書かれて
がエンタープライズに入ってそれが主流になっていると、じゃあそれと評価制度はどうするのとか、それと管理職の役割は何なんだとかね、そういう話が必ず出てくるので、そこの、領域のトピックになっているのが、アジア2014年でのトピックですね。それから当然その企業なのでオフィシャルを考えたり、まあ、その意思の流れに閉じずに、アウトソーシングするわけですけど、そんな課題もここには入っています。非常にいいレポートがインターネットにあるので、これは Google 検索していただければ出ると思うんですが、楽天不動産が書かれているレポートをちょっと覗いてみます。2、3ページちょっと見てみますが、そこで言っているのが、このエンタープライズアジャイルというですね、先ほど言ったそのテーマの一つが、ここ3年で、まあ、増えますということですね。非常に大きくなっていますと。それから、昔というかですね、数年前までは、アジャイルって何があるっていう話をすると、やっぱり中心は価値だよねって話は、これ左側のここで予期をすると、中心は価値だよねって話を誰でも言っているだけです。いると、そして、まあ、スクラムとかアジャイルとかリーンの話をしていると。で、話してる人は誰かというと、まあ、デベロッパーがそういう話をしていると、まあ、こんな感じだったのが、現在はですね、価値の周りはですね、他にもいろいろ層があると。例えばメトリックスの話があったり、テスティングの話があったり、まあ、いろいろ話題があって、その中で一つにエンタープライズアジャイルっていう話題もありますよと。そして実際のそのデベロッパーで話をしていたこともですね、実はそのエンタープライズアジャイルになるとエグゼクティブからですね、それからいろんな立場を含めてその人とチームになるし、それからその経営層から見てのアジャイルということも書いていますよということが書いてね。伊藤さんはこれどう考察しているかというと、その実践者の関心がまあ変化しているんですよということ、それから、実はエンタープライズアジャイルみたいなことはたくさん言われてたんだけど、これまでのほとんどはそれがマインドだったと。で、マインドセットが重要だということが聞こえていて、ほぼその方法論としてはなってないんですよね。だけれども、この今年の2014で感じたのは、やはりセイルというですね、一つのエンタープライズアジャイルの手法、フレームワークがですね、入ってきたことによって、その手法化、ボキャブラリーの整備とプロセスの整備が進んでいると。セイルといってもこれはコンセプトなので、実際適用するのはそれはそれで大きな壁があると思いますが、ただそういうフレームワークの紹介が、まあ、大きくなってきていると、影響が大きいというふうに分析をしています。はい、でちょっと政府をですね、私はここで政府の専門家ではないので詳しくは話しませんが、ちょっと概要だけじゃあちょっとお話をしたいと思います。エンタープライズアジャイルのフレームワークというとですね、現在ほぼこの2つのことを言いますね。セイルというか、スケールドアジャイルフレームワークというのですね、リーン・レフィングウェルさんというのが、作ったフレームワークです。私実際にドイツに行ってですね、リーンさんにお会いをしてきてですね、この話も聞いています。で、日本ではですね、アジャイル測定要求という本が書かれていて、これがオージス統計のですね、藤井さんが訳されているので、非常にいいやつです。ぜひ読んでみるといいと思います。このテープという方法、それから右側にですね、ガント、ディシプリンダジャルデリバリーというです、ね、本があります。これもスポットアンブラーというですね、これも元 IBM ですね、IBM です、が今最近独立されてますけれども、もともと独立したコンサルトだったのが IBM に入って、また再度独立してますけれども、書いたディシプリンダジャルデリバリーという本があって、この2つでもってですね、まあ、エンタープライズアジャイルの、まあ、フレームワークの共通点に今は言われています。で、もう一つと面白いのはですね、なんていうのかな、ちょっとこう、原点回帰というか、10年前にちょっと戻った感があるんですね。これはちょっと、まあ、オフレコって言ってもオフレコじゃないんですけど、これ、リーンさんはですね、実は、ナショナルソフトウェアの元副社長なんですね。で、ということは、もともとラップを作った人が返り咲いてるんです。つまりラップという方法論が、まあ、繰り返し型でそのウォーターフォールからアジャイルに移行する前にですね、ラップというナショナルユニファイドプロセスというですね、UML を使ってそのアーキテクチャを重視して、それでもちょっと繰り返し型が入っているようなプロセスを作った、その社長がここに帰ってきて、政府を書いてますし、それからこのアンブラ自身も IBM もですし、もともとこのラップにもですね、アンブラ関わってますから、ラップを含めたすごく大きなその、まあ、大規模開発で使われていた繰り返し型開発、しかもそれが
アジャイルという言葉が出る前に出たので、アジャイルというカテゴリーには入っていない、まあ、やり方だをやってた方たちがここにこう入り替えて、この場面にしているというのもちょっと面白いというか現象ですね。それからアブラ自身はですね、アジャイルモデリングという分野で非常に有名ですね。私もアブラもカナダで一度会ったことがあります。アブラ自身はカナダで、アブラもその元々モデリングをやっていたし、データベースを非常に重視するアジャイルデータなんて方法を書いていましたんですね。だからそのデータも含めてそのアジャイルが非常に扱いにくいという場面があることをよくアブラは知っていてですね、でそれらも含めて、まあ、アジャイルモデリングという手法を作ってきました。のでこの政府もそれからダブとも両方ともそのある程度その大きな開発があった時の勘どころはですね、2人とも非常によく抑えているということが言えると思います。なのでこの手法を今から、どういうふうにこう日本の中で使われていくかというのを置いておいても、日本での価値は非常に高い2つのものだと思います。で両方とも非常に厚いので非常に低いんですが、今日私が非常に薄く解説をそこだけしてですね、皆さんの演技にインストラクションになればいいなと思います。で、この資料はですね、そのアジア2014の資料からちょっと変えていくんですね、何枚か解説をしたいと思います。まず最初はネティウェルさんですね、政府の方からですね。で政府はですね、全体をこのようなですね、ハウスというんですが、まあ、コンセプトハウスですね、を持ってきて、一番のゴールがバリューです。一番下の層にファウンデーションリーダーシップと言ってるんですね。でこのリーダーシップが大事で、このリーダーシップを説明しますというのを、これが一番大事なんですというふうに言ってるんですね。でともするとですよ、ともするとアジャイルはリーダーがいないような民主主義的なというか自治区的な、あるいはなんていうんですかね、自己組織化されたというふうに言いますよね、アジャイルでは。でも、ここでははっきりとリーダーシップが重要。リーダーシップの意味は、日本のリーダーシップという意味もありますし、経営層のことをリーダーシップと言いますね、海外では。だから、その企業のトップがどう考えるかということが非常に重要だし、非常に重要提言をしていますね。リーダーシップという意味があると思います。それからですね、まあ、ちょっと進みます。このハウスの形をしている、この特徴はですね、いろんなところにこう事例があって、例えばこれです。これがですね、ごめんなさい。これはその、英語で書かれたものをですね、大石総研さんの、まあ、藤井さんがですね、訳されている本の中、あるいはそのサイトに、日本語で書かれていたので、こう書いてます。これ非常にですね、トヨタ生産方式、あるいはトヨタが持っている価値観と非常に近いですよね。価値があって、その持続可能なリード対応とかですね、それから人にとって、社会にとってみたいなコンセプト。それから、人々への敬意があって、それから継続的な改善がある。これ、TPS に近い形をしていますね。だから、リーンと非常に近いということが言えると、例えば、これ、それから右側に TPS ハウスと言われる TPS コンセプトの可視化ですけれども、一緒によく似たコンセプトを持っていますね。なので、まあ、引き継いでると言っていいと。それから、その議員のリーダーシップの4原則、4つの原則と言っているんですが、その4つのを一つ見ていくと、1つはシステム思考、システムの見方をしなさいと言っていますね。でこれは明らかにそのデミングを引いてますね。デミング、その TPS の人にも入っているデミング博士のことを引いています。それから、アジャイルマニフェストを大切にすること。それから、プロダクトディベロップメントフローというコンセプト。でこれは実は日本ではあまり紹介されてないんですよね。この本です。プロダクトディベロップメントフローという本です。ライナーさんというですね、人が書いていて、これはですね、最近だとこの看板という本が、さっき紹介した日本語で看板という特定の本が出てますけど、その本の中にもよく触れられている名前です。リーン生産方式じゃなくて、リーン製品開発という分野があります。それは、その生産方式がですね、物を作る工程なので、非常に安いんですが、製品開発というのは、市場調査があったり、プロダクトがあったりという、その新規開発
をするときのやり方を書いているものですが、その政治学のやり方に、その、リーン製品開発という一つの分野があります。そこで非常に有名な方です。で、この考えをグリーンに聞いていきます。それから、先ほど、山下さんの、お話に出てきた、インスピレーション 3.0、ダニエル・ピンクの話です。だから、知的生産活動におけるモチベーションというのはどういうふうに出るかということですね。この4つのポイントが、政府ですね、リーダーシップの原則というふうになります。非常にこう、いろんなことがですね、いろんな世界から、リーンと我々の世界にこう、今、かみ合ってですね、この時代に入ってきているというのが分かると思います。で、ちょっと、ライナス先生の話が出たのでしますけれども、TPS がリーン生産になって、まあ、これ、アメリカでですね、リーンという言葉に昇格、抽象化されて、それがさらにリーンシンキングというふうに昇格され、それがトヨタウェイズと、コンセプトとして出願されて、リーンホニャララっていうのがたくさん出てるんですよ。リーン製品開発、これは先ほど言ったんですね、リーンサービス、医療の現場とか、例えばその建築でもリーンコンストラクションという話題が出たりですね、あるんですよね。で、リーンホニャララが今たくさんあります。で、その中の一つが、リーン製品開発であって、それから、実はそれ全然別個にアジャイルが始まったんですけれども、アジャイルとそのリーンソフトウェア開発、アジャイルがリーンソフトウェア開発であるというふうに言ったのがメアリー・コペンディックで、今、リーンの参加の中にソフトウェア開発も位置づけられると。まあ、経営からでいうと、おそらくこういうふうに、まあ、リーンが見えていて、で、リーンを採用するということは非常にこう今、盛んに行われてますね。実はスターバックスでさえ TPS を入れているっていうですね、ニュースが、ちょっと少し前ですけどね、流れてましたけれども、それもその現場のそのバリスタが、どのようにしたらその、効率的にですね、いっぱいのコーヒーを入れることができるかと。で、その効率性でもって、そのバリスタがお客さんと対話する時間をそこで作っていくんだっていうコンセプトで、現場で展開してるんですね。非常に面白かったので紹介したんですけども、まあ、このようにリーンというコンセプトは今、至るところに世界中で行われているので、で、まあ、その一つがまあアジャイルであり、今ちょっと説明している政府にも見えているということです。で、やっぱりですね、さっきのダニエル・ピンクの話にもなるんですが、もともとその生産とか製造とか、そういうもののですね、考え方がそのマネジメントとどういうふうに結びついているかというのをまあこれ示しているんですけど、もともと工芸だったもの、まあ、ものづくりというのは工芸だったものが、もともとはその部品という概念がなかったところに、銃の組み立てというものが始まって、初めてそのパーツという概念が出てくるんですね。パーツを作る人と集めてアセンブリする人という概念が出てくる。で、フォードがそれを自動車に応用して、どうやったらその大量生産をですね、やればということを考えられたんですね。そうすると、部品も、交換可能にできた状態から、実はここに、生産活動に関わる人でさえ交換可能だというふうに言ってしまったのが、まあ、大量生産の始まりですね。で、2000年になって今、リーンが流行ってきているというのは、いやいや、そうじゃないよと。人は交換可能じゃないんですよ。人が一番中核に行って、一人一人の人が考えるということが重要なんですよ。って言い始めているんですね。だから、ここが、アジャイルの原点、つまり大事なことであって、エンタープライズアジャイルになったからといって、決して交換可能な人を作るというふうには進んでいないんです。で、これは、政府も強調していますし、ダッドも強調しています。で、日本では、ともするとですね、やはりその、ソフトウェアを設計活動と生産活動、あるいは製造活動というわけでしまって、製造活動は考えなくてもできるようになるんだとかですね、製造活動をする人に対してプロセスを上から当てはめて、これでやればそんなに優秀じゃない人もできるんだというようなですね、そういう考え方でエンタープライズアジャイルを適用し始めると、それはもともとのですね、アジャイルのコンセプトを破壊することになってしまいますので、ここはですね、非常にこう、まあ注意をしたいというか、まあ私自身がアジャイルをやってきた、その原動力というモチベーションは、やはり現場で、そして書いている人の、いいコードを書きたい、お客さんに役に立ちたいっていうですね、その気持ちがどうやったらお客さんに伝わるかっていう、そういう活動を持ってアジャイルとやっぱり呼んでいきたいので、どんなにそのですね、人がたくさんに入ってきても、そのエンタープライズアジャイルになったとしても、この現場で考える人を育てる活動なんだよっていうところはですね、ぜひ外さずに考えていきたいというふうに思っています。ちょっと後半省略しますが、まあ、スクラムの XP、それが看板みたいなものが、
政府のコンセプトに入っていますというと、ちょっとあの飛ばします。で、この一枚絵が、まあ、政府をあの、まあ、あの一番よく示しています。当日総研さんのですね、あのページにありますので、ぜひあのもし見たい方はですね、見てみてください。看板スクラム XP を利用して一番上のですね、ポートフォリオ層からそのプログラムマネジメント、一番下のチームマネジメントまで一枚絵で書かれています。これを見ると非常にきっちり書かれているように見えますけれども、さっきも言いましたけど、やっぱりあの大事なのはですね、この現場の中にいる人たちがどうやって考えて自分たちのプロジェクトを改善するかと、その改善活動に参加するということが、そのアジャイルの本質ですので、そこのところはですね、あの外さないでいきたいなと思っています。はい、次にですね、ダントを見ていきたいと思います。これはスコタンブラさんですね。はい、ここにはですね、あの考え方としては、ごめんなさい、ちょっとパワーポイントがですね、今ちょっと2回押してしまいましたので、あの青い枠が出ているパワーポイントを見ていただきたいんですけども、そもそもですね、アジャイルな企業は何、アジャイルエンタープライズアジャイルって何っていうときにですね、アジャイルなエンタープライズは何かという話が、まあ、一番左上にあって、その中に、そのビジネス要求に応える IT 部門ってのがありますよね、感じですね。で、その IT 部門の中に、アジャイル改造があるんですっていう、そういう改造構造を示しています。でですね、彼が作っているダットっていうのは、このエンタープライズのアジリティの確立、山下さんの言葉に言うと柔軟性の確立、企業がアジリティを確立するためにですね、どうしていくかということを考えたときに、一番最下層の緑色で書かれている現在のアジャイルとスクラムでは、馴染めません。経営者を取った層がですね、考えていることとうまくマッチさせることができませんと。なので、真ん中に、その2つの層を結ぶ層を入れて、アジリティを持った、スケールするアジャイルというのを考えましょう。で、ダットがそのですね、基盤を提供しますよというふうに考えているようです。で、この、まあ、右側に訳して書いておりましたが、一番上の方にはですね、そのスケールするアジャイルって何って考えているときはですね、まあ、チームの大きさやオフショアとか、まあ、コンプライアンス問題、それからガバナンスの問題を非常にあのアムラさんは気をつけて本の中で書かれています。それから人事評価制度と結びつきや報酬制度との話も本の中で触れています。なので、ここの一番上の層と、それから今まで僕たちがよくアジャイルアジャイルと言ってきたあのチームでのアジャイル感ですね、この自己組織化されたアジャイルというですね、ものとの間を埋めるものとしてダントを捉えているというのがそのダントの位置づけですね。で、ダントの方を読むとですね、あのマインドマップは実はたくさん使われています。なので私もちょっとマインドマップを対応して説明をしますが、DAB の特徴といったときにですね、まずこれ上書きとあの軽く読んでいくと、ピープルファースト、人が一番大事です。ここもダントのそうですね、やっぱり人に対しての関心事を外していません。それから学習思考です。それからアジャイル、もう何度も言いますがアジャイル。それからハイブリッド型です。全ての方法のハイブリッドをしています。それからソフトウェアでなくて、ソフトウェアもサービスも含めたソリューション、そして、まあ、顧客に対するソリューションとして考えていますということですね。それからゴール思考ですと言っています。それからエンタープライズに対応しています。ここはさっき言ったそのガバナンスのことを触れていますね。リスク家畜道ですと。それからスケーラーというふうに、この特徴を説明をしています。で、マインドマップがよく使われているのは、ゴール思考の中なんですね。あることを成し遂げるために、あるゴールがあって、ね、その下に手段があって、どの手段を使ってもこのゴールを成し遂げればいいというような、まあ、ゴール思考のですね、エッセンスがダットには含まれています。で、面白いことにですね、ギュアとアジャイルには、イテレーションがあったんですけれども、このダットにはですね、なんと、フェールという言葉が、登場してるんですね。でつまり、小さいイテレーションはあるんですけれども、最初のフェーズをインセプションフェーズ、それから真ん中のフェーズをコンストラクションフェーズ、それから最後のフェーズをトランジッションフェーズと言っていて、これがですね、まあ先ほど山下さんの発表にあったような日本のアジャイルを研究をしたらこんな行動が当然出てくるっていう、その準備段階、それか
から実あの開発段階、それから移行段階みたいなですね、話がここにも出てきています。で、これはですね、アジャイルの構造というよりも、ラップの構造を非常に引き継いだ。これを基本として、バリエーションとして、まあ、4つバリエーションを持っている。そんなことなんですね。はい、これがリン、スクラムプラスラップという構造、それからアドバンストリーンという構造、それからリンコンティニアスデリバリーという構造、それからリンスタートアップで、これ、大きな開発がいろいろスケールしているんですね。で、4つの、まあ、ユーザーを持っていて、好きなところからスタートしてくださいということを言っています。はい。で、ちょっと今日は時間がないので、ご説明しませんが、それぞれの方向付けフェーズ、構築フェーズ、移行フェーズごとにですね、ゴールがバーッと書かれていて、私はこのバーッとの方をもしお勧めするならですね、なぜかというと、この、例えば初期チームの編成と書かれていますが、一つのゴールを達成するための手法がいっぱい、カタログがされているんですよ。なので、この本を買うと何がいいかというとですね、やらなきゃいけないことはこんだけあって、こういうやり方が世の中には今ありますというのがカタログ化されていますね。なので、もしですね、アジャイルの方法論、エンタープライズアジャイルを自分たちで組み立てたいというときにですね、この本を働くとして働きます。そこをお勧めをしておきたいと思います。はい、例えば、このですね、初期の要求識別というフェーズなんです。最初に要求を、ここですね、どうやって見つけますかと、どういう要求あるかということをどうやって示しますか、見つけますかというときに、いくつかこのサブクロールが書かれているんですが、やり方はですね、例えば、レベルオブディテールで言うと、ここにゴールドリブン、それからリクワイアメント・イエンビノリン、それからリーダーズ、なんて書かれてますね。これ、4つやり方がありますよ、と言ってるんです。で、上に行くほど、なんていうんですか、大きなスケールになります。で、黒いやり方がデフォルトです。おすすめです、という感じですね。だから、初期の要求をどうやって識別しますかというと、やることがこれだけあって、それぞれのやり方にはこんだけ種類があるけれども、私のおすすめはこれですよというような書き方がされていますので、本当にうまいことですね、アジャイルの手法を語ろうというふうに言うことはできますね。はい。はい、ちょっと時間がなくなったので飛ばしますが、やはりスコタムラはですね、アジャイルモデリングをやってたということもあって、方向付けのフェーズや、それから構築フェーズにはですね、モデリングがですね、強く力強く位置づけられています。やはりアーキテクチャなしのアジャイル開発は危険だということをですね、アンブラもよく言っていて、そこの時点でアーキテクチャをモデリングして、それをどう維持して、開発していくんですかということを、まあ、強く言ってますね。実際の難度の中にもですね、アジャイルモデリングがですね、入ってきていて、それぞれのところにこう入っています。ということで、ベースとガッドを見てきました。で、実はですね、日本でも、これだけモデリングと言っている手法を作っている、山西さんっていう方がいらっしゃってですね、これも今日ちょっと詳しく紹介しませんが、これも、Google で見ていただく、検索していただくとですね、出ると思います。要はですね、現在のシステムから 2D の3年後の、計画を作っているだけですけど、その中にもプロジェクトがいっぱい発生していてと、そういう時にもうどうやってやっていくのかっていう話からスタートして、この中でですね、やっぱりモデリングを使っていくことが、問題の理解に非常に重要なんだけど、でも UML って結構複雑なんで、全部理解するのがめんどくさいよ。そうじゃなくて、その中で使えるものだけ使えばいいじゃんというふうに割り切って、モデリングをしていくことによって、アジャイルとうまく整合させながら、そのエンタープライズである成立問題を解いていくというような手法を、山岸さんはですね、自分で現場で開発の活動に入りながらですね、まあ、こういった手法を、解説しておられますので、これも非常に読みやすいですし、見たいと思います。はい。で、ちょっと時間がなくなっていますので、駆け足していきますが、これ山下さんが一部紹介していただきましたけれども、私もちょっと参加をしてですね、海外と日本のですね、アジャイルの比較というのをちょっとやってみていますので、ちょっとご紹介するとですね、この最初ではですね、IT 技術者がどこにいるのかというと、全国は、なんと、ユーザー企業の中に IT の技術者がいるんですよね。まあ、それが今、日本の中では、やはりユーザー企業の中に IT 技術者が少なくて、やはりこうそこにベンダーに丸投げという体系になっていて、これがまあ、アジャイルの導入を阻害していることは間違いないと思いますね。で、なので、一般にですね、アジャイルをスケールするといってもですね、海外からやってくる手法はどちらかというとですね、
ユーザー企業の中のシステム部門があるんだけど、実際に雇用したエンジニアが海外にたくさんいると、まあ、大体この話になりがちなんです。なので、日本のようにですね、こういうユーザー企業の中からシステム部門が SIer で、下の下請けの中堅トップアウトまでこう縦にですね、ピラミッド構造でつながった、この中でそのどうやってアジャイルするのかっていうのは、もう本当に難しい問題だと私は思っています。で、もう一つはですね、人材の話があって、これはあの今年の人材白書なんですが、IT 企業にいる人たちが今、結構ですね、流れてるんですよね。ユーザー企業って3仕組みの中でどういうふうに人材が流動してますかっていう絵を表してますけども、もうウェブ企業のですね、特徴は IT の技術者が会社の中にいるということなんです。そこで開発するので、そこで雇用して自社のサービスを作り込んでるんですね。で、この形になるとやっぱアジャイルやりやすいですし、この形では今あのアジャイルがですね、ほぼ日本でもそろそろ募集できていいと思いますね。ただこの形、ユーザー企業、代理企業が契約の中でやる形の中ではまだその決定的にこうやってやればいいという形が出てきていないので、ここはやっぱり非常に難しいところだと思います。今、回転の状況をよく、ですね、安心させるためというかですね、まあ、この調査した工事は日本では非常に進んでいませんというふうに解説をしてましたし、ちょっといくつかちょっと海外の方のですね、コメントをお聞かせすることによって、実は海外でもやっぱり難しい領域があるんだよと。ということをお伝えしたいと思います。最初はですね、いろんな国のインタビューを私やったんですけれども、例えばデンマークではもう銀行でも対応してるんですよっていう話があったり、はい、入りました。次、中国ではやはりそのプロダクトという形態でサービスならアジャイルがやっぱり必要なきてたんですよって話をしていたり、それからこれ英国の話ですね。それから米国の話と。いろいろこうインタビューしていった、特にブラジルなんかはすごくもう今圧倒的にまあアジャイル化をしているという状況をここでは言っています。で、ちょっと皆さんを安心させたいというかですね、元気づけたいのは、実は日本だけじゃないんです。アジャイルの活動がですね、進めにくい領域があるんですよ。先端にインタビューした時の話なんですが、やっぱりですね、企業の IT 部門って言われるプロジェクトで行われているプロジェクトでは、決められたコストスケジュールがあって、この場合はですね、やっぱり難しいというふうになっているんですね。そこをプロジェクトマネージャーが率いているという形態がまだ続いていて、銀行、保険、テレコムなんかでは、やはりこの形態がまだ続いているんですよと言っています。これ日本でも、まあ、ちょっとそのものですね。であたかもですね、海外は全てアジャイルだみたいな言い方をしている方もいますけども、いやいや、そうじゃなくて、難しい部分は日本でもやっぱり海外より難しいんだなということを感じられると思います。それから、これも米国ですけれども、ここではですね、イスラエル・ガッドさんという方にインタビューしてますが、やはりマネジメントレベルが変わらないと、アジャイルの適用は難しいというふうに言ってますね。それから下請けが多い政府調達みたいな環境では難しいと言っています。これも日本ともそっくりですね。それから、やはり大事なことは何かというと、オーナーの参加だと、その実際にプロジェクトに携わるそのプロジェクトのオーナーですね、ユーザー側もプロジェクトのオーナー、顧客が参加してくれないと、アジャイルうまくいかないというのはどこの国の方も言っています。これも一緒ですね。それから日本のインタビュー、受け構造と、定額受け負い、この契約ですね、ここはやっぱり難しいと思うという話をいただいていますし、それからこれで、カリフォルニア大学のですね、やはり同じ受け負い方の開発招集化が、一層難しくしているというのがお話をしていますし、それから、重圧の調査によると CIO の役職名がですね、日本でやっぱりこう CIO という立場の人が、IT にですね、業務を投下している時間が少なすぎるんじゃないかというような指摘もしていますね。はい、はい、で、これ最後ですけれども、ということでですね、何が言いたかったかというと、今アメリカの中でアジャイルが起こり、日本にアジャイルが入ってきて、アジャイルは日本に向かないというような一説がありながら、いや実はですね、どんな外国であっても、やはりその受発注形態を伴うです、アジャイルはやっぱりやりにくいんです。で、ただアメリカの方がそのエンジニアが内部にいるケースが多いので、アジャイルやりにくいのはやりやすいのは間違いないと。ただ日本でもですね、日本の中にやはりアジャイルの入り口があることは間違いないので、
80年から取られてきている日本の開発の中で、じゃあどうやってアジャイルをやるのかということは、まあ、僕ら自身がやっぱり踏み出さなきゃいけないという応援をですね、7回九条線でいただいていて、まあ、これを私の最後のメッセージと、したいと思います。で、最初に戻ってそのビルの話をしましたが、やはりそのアメリカのマンハッタンの写真ですけれども、ああいったビルをですね、そのアジャイルで作るのは難しいかもしれない、手作りで作るのは難しいかもしれないけど、例えばこういった建築の例もあってですね、これは何でしたっけ、あの皆さん、まあ、よくご存じかと思いますが、なんて言いましたっけね、あのガウディの、サクラダファミリアでしたかね。これはずっと建築が続きながらイテレーション型で進んでいて、ようやく元の完成するそうですが、大きくなっても一つのコンセプトがですね、ここにはやっぱり強くあってですね、でも繰り返しながら一人で作っているというのがよく表れていて、まあ、こういうスケールの仕方があるんじゃないかなと思っていてですね、こんな形で、まあ、アジャイルがスケールするといいんじゃないかなと。で、以上が私のお話なんですけども、今日の資料はですね、後ほど公開したいと思いますので、参考資料等をぜひ参考にしていただいてですね、日本の中でのアジャイル